はい、こんにちは、ゆうすけです。今年の4月に、嫁の第2子の妊娠が分かって、今年の11月ぐらいに出産予定なんですけど、今日が、6月29日の火曜日で、今日何回目かの、検診日なんですけど、今日の検診で、男の子か女の子か性別が分かるみたいなんで、で今日嫁は、一人で病院に行って、もう多分報告受けてると思うんで、写真がそのエコーの画像でちゃんとチンチンついてるかついてないかが見えたら性別が今日分かるっていうことなんで、ちょっと今から電話して確認したいと思います。はあ、どっちやろな。今、第一子は男の子なんで息子なんですけど、まあ僕の希望的には男の子女の子がいいんですけど、まあどっちでもいいかな。うん、ちょっと聞いてみます。もしもし。LINE が来てへんってことは性別分かったってことやな。まあほぼな。あー、その言い方は、残念、誘拐。あー、高中です。今友達おんねんけど、やっぱりって言った。あ、そうなんや。もうな、うん、男しか生まれへんわ。そうやな、なんでかな。俺女の子だと思ってたけどな。私もちょっと期待したけど、つわりは関係なかったわ。あ、そうなんや。そう、今来てる友達も2人目はな、うん、つわりマシやったみたいにけど、男の子やし、2人目マジか。あ、でも 80% やから、まだ次でちゃんとわかるみたいな感じやけど。え、チンチンついてるか見えたってこと？うん、もう多分へそ、まあへその尾にも見えるけど、うん、多分これはついてるかもねって言われて。でも私見た時も、うん、もうこれついてるやんと思って。じゃあミナトの時と一緒やん。そうや、ミナトの時も5ヶ月でわかったから、ちょんってもう。だってミナトの時もなってたで、多分これついてますねみたいな感じやったよ。そうそうそう。で、私って言っても、うん、わあまたっつって今日も言ってきた。あ、そうなんや。もう弟か、まあ、じゃあ。そうやで、また違うな子になるから楽しみやけど。そうなんや。まあ、うん、ゆうくんは残念。私は別にもどっちでもよかったけど。まあな。女の子な、よかったやろ、女の子が。そうなんや。まあまあ、うん、まあよかったわ、聞けて。どっちか。そう、うん、まあでも可愛いと思う。そうやな。前に手後ろに回してたで、なんか頭の後ろ。ああ、そう、成長してた、うん、してた。ああ、可愛かった。まあ顔は見えへんかったけど。オッケー。じゃあ、まだ骨骨しい感じ。うん、また写真見て。うん、じゃあちょっと、うん、仕事行ってくるわ。うん、頑張って。はいはい。行ってらっしゃい。はい。はい、というわけで男の子でした。 80%、 まあほぼ男の子だと思うんですけど、まあ長男の時もそんな感じで、多分男の子ですねって言われて、やっぱりそうだったんで、はあ、まあでも全然兄弟男の子同士で仲良くしてくれたら全然いいです。また性格も違うやろうし、うん、女の子がまあ良かったけど、あ、しゃあない。まあ女の子は3人目かな。はい、それじゃあ今日の動画はこれで終わりです。バイバーイ。